ございます。この時間は最新映画ランキングと川越近辺の映画情報をお伝えする番組です。お伝えするのは村木と川越放送局長の加藤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが5月3日更新のランキングの発表です。第10位モンスターハンター、9位騙し絵の牙、8位ミナリ、7位劇場版鬼滅の刃無限列車編、6位花束みたいな恋をした、5位劇場版シグナル長期未解決事件捜査班、4位シン・エヴァンゲリオン、3位ノマドランド、2位名探偵コナンヒーローの弾丸、1位ルノーニケンシン最終章ザ・ファイナルです。はい、鬼滅の刃なんですけど、はい、これ全米1位で、全米1位、今アメリカですごい人気で、鬼滅の刃が今ですね37億円突破ですよ。金の話ですかすごいですよ。なんか日本の人たちが見てるのと、はい、そのアメリカ人とか見てるの、はい、全然なんかもうすごいんですよ。もうみんな来てたりとか、見に行くのにも、まあだから野球でいうとユニフォームを着てる的なね、そう、それで映画館に行くみたいな、はいはい、この間テレビでやってて、はいはい、すごかったですよ。炭治郎 の、はい、あの柄のハッピーとか、あの黒と緑のね、そう、はいはい、なんかすごかったですテレビで。いや今やっぱこう日本で火がついてるやつもそのまま世界的に火がついてるもんなんですね。そうですね、はい、そう、なんか今頃海外で人気が出てるっていう、ちょっとびっくりしちゃって。今頃っていうか最近上映したわけですよね。そうですよねそうですよねそっか、日本はだいぶ前からしたけど海外ではってことか。そうですよ ね、はい、でもいきなりすごいですよね。急にずっと放送してて急に1になるっておかしいじゃないですかそうですよね、はい、そう、でこれちょっとびっくりしたね、はい、その37億円にびっくりですね、うん、そうですね、はい、で、はい、ずっと言ってたノマドランドっていう映画が、はい、先週6位が3位に上がってて、すごいですね。これなんか調べたら、はい、年に何本かこの作品だけは絶対に見なければならないと直感する映画らしくて。そういうコメントがあって。あ、なるほどね。そう、3月26日から公開してて、はい、ノマドランドはまさにそれに当たる映画じゃないかっていう。もうね、1ヶ月以上経ってますからね。そうなんです。で、ずっと入ってて1回下がったんだけどまた3位に来てるって、はい、まあ、奇跡の映画って言われてるらしいですよ。そうなんですか、はい、これはじゃあ見に行かなきゃいけないんですね、うん、でゴールデングローブ賞2冠達成してるんで、はい、すごいですね。ちょっとそういう見たいって言ってて全然見に行けてないんで、まあ、見に行きたいな。行かないとダメですねこれね。そうそう、そのホラーばっか見に行ってる場合じゃないですね。そうなんですよ、はいはい、あとは名探偵コナンとルローニケンシンは、はい、ここはちょっと逆転した感じですね。あ、そうですね、はい、結構 CM ルローニケンシン見ますね。あ、見ます、はい、やってます。私あんまりちょっと見かけないんですけど、佐藤健が出てますね。あ、かっこいいですかっこいいですねはい、そうそうそう、はい、なんでちょっと今週の、あの注目はノマドランドですね。でもこう安定してますよね、そのまあ、先週に引き続き大体ね、うん、順位も同じような感じなんで、そうそう、どの映画もね、うん、こう急に出てきた映画ってあまりないですもんね。そうですね、今週に関してはね、はい、でモンスターハンターとミナリも、はい、先週なかったのにまたランクインしてるんで。あ、入ってきたんですね。そうなんですね、モンスターハンターとミナリ多分ね結構、はい、そろそろ終わりそうなあるじゃないですか。あ、ありますあります。早く見に行かなきゃ的なっていうのありますよねそれでちょっと上がるみたいな感じなんですかね。例えば映画の上映本数が減っちゃったりとか。あ、なるほど。鬼滅だってこう減ってるじゃないですか、うん、その昔ってね、うんうん、もう本当もう4個6個ぐらい ね、うん、上映の中でやってたりとかしたけど、ね、今ね、うん、こう1個とか2個とかで、そう、ワンスクリーンぐらいでワンスクリーンぐらいなんで、ね、あ、そろそろ終わるかな、でももう1回見たいなっていうね、うん、そうか、それで鬼滅もまた、いや本当に今まで映画史上ないですよね、その鬼滅の刃が、うん、確かに、多分日本で流行ったから、ね、うん、アメリカでもね、うん、流そうかみたいなのになったんじゃないですか、うんうんうん、
ね、そういう噂が広まってんじゃないですか。日本で流行すごいもう劇的に流行って、うんうんうん、そういうニュースとかなるじゃないですか、うん、それで実際見てみて、うん、だから、鬼滅の英語版とかがね、あーどうなんですか、アニメとかでもよくあるじゃないですか、なんか、うんうんうん、そういう感じなんですね。そういうのでこうね流行ったんじゃないですかね、うん、アメリカでもね。なるほど、はい、はい、で続いて、はい、川越スカラ座の映画情報をお伝えします。地元のね、地元の、はい、地元です、はい、これまた3本なんですけど、はい、10時半から、はい、花の後先むつばあさんの歩いた道、はい、で1時からあの子は貴族、はい、で15時半からジャンクヘッド、はい、の3本をやってるんですけど、はい、なんかサザエさんみたいな感じの3本ですみたいなね毎週日曜日のね毎週日曜日サザエさんね、はい、うん、うまいないやいやいや今褒められてもね、はい、でなんか1つずつ紹介してくれる、はい、今日はちょっと3本さんとがっつり、はい、そうですね、はい、じゃあまず1本目から紹介しますね。10時半の、はい、花の後先むつばあさんの歩いた道っていうのは、はい、埼玉県秩父の山深い村に住む実際にいる小林むつさんのドキュメンタリー映画なんですけど、はい、あ、実際にいるんですね、むつさんですね。そうです。でも今年の1月にお亡くなりになってしまって、ね、映画になったっていう、はい、元々その人の、まあ、ドキュメンタリー、そうですね、なんか NHK のドキュメンタリー番組で取り上げられてたそうなんですけど、あ、なるほど、はい、で毎週なんか放送して BS の方で、はい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 、それが映画になったっていう、へ、はい、お話です。中身は、中身は、はい、秩父で若者たちがだんだんいなくなってしまって、はあ、まあ、残されるのはおじいちゃんおばあちゃん、まあ、むつさんもそうなんですけど、はい、まあ、そうですね、それで、まあ、いずれ自分も、はい、いずれなくなるから、はい、もう自分が住んでたところを山に返したいっていうんで、はい、毎年一本一本、はい、花を植えていくっていうお話です。なんか素敵な話ですね。そうですね、はい、はい、なるほど、ね、でなんか行くと1万本以上、あ、もう花が植わってて、これリアルな話ですもんね。そうです、ということは今行けばあるんですね。あると思います。もう今この時期春なんで、あ、そっかそっか、いろいろ咲いてると思うので、じゃその映画を見てからその現場に行くっていうのは面白いかもしれないです ね、 そうですね、はい、うん、ただ住所がちょっと細かく書いてなかったんで、 あ、でも多分、はい、小林むつさんとかって検索すれば、うん、あ、出てくると思います。ぜひ映画を見てから行った方がいいですね、それは。はい、そうですね、はいはい、で次、あの子は貴族っていう映画ですけど、はい、同じ都会に暮らしながら、はい、全く異なる生き方をする女性が、はい、自分の人生を切り開こうとする姿を描いた映画、はい、あ、なるほど、2人いてそれぞれ住む世界が違う、はいはい、一つは田舎から出てきて、はい、いう女性、はい、田舎もんですね、そう、都会に来て、はいはいはい、でもう一つは、まあ、華やかな世界で生きてる、まあ、対照的な二人、ね、そうですね、はい、はい、の二人のが出会ってどう人生を、殺人鬼と女子高生みたいな入れ替わっちゃったみたいな、これ私自分とちょっと似てて、それは何ですか、高級な方それとも田舎の方ですか。私は田舎の方で、あ、田舎の方で似てる。そう、私の友達はもう華やかな世界で、はいはいはい、いて、はい、最近ちょっと会って遊ぶんですけど、あ、本当ですか、まあ、なんか似てるなっていうのをちょっと感じましたね。寂しいじゃないかそれ。え、何ですか、自分は華やかじゃない方の、ま、本当に全く話聞くと全然違う感じだ、なんで、はい、まあ、そういう人もいるんだっていう、はい、あ、そうですか、はい、ちなみにどんな華やかさなんですかその方は。いや、もう本当にモデルとか、はい、もう本当レースクイーンとかそうなんですね、本当にもう華やかな感じ、もう都内でずっと生活してて、それと対照的な、対照的な、なって言っちゃうと、まあ、結構ね、そう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 、あ、まあ、なるほどね、まあ、すぐ結婚して、まあ、生活をずっと家庭で生活してるみたいな、普通の生活とね、そう、そう、はいはいはい、感じだったんで、まあ、全然違うなっていう、あ、世界がね、うん、ちょっと似てるなっていう、まあ、そういう感じでしたね、このあらすじ見て、ね、はい、うん、はい、でもう一つです、はい、ジャンクヘッド、なんですかね、ジャンクヘッドってね、と創作期間が7年、はい、7年かけて作り上げたやばい映画です。7年も7年も多分ね、その7年間はずっと作ってないですね。
何してるんですか。休憩2年ぐらい休憩してると思いますけど。マジですか。なんかそう、これ面白いのが、監督が堀高秀さん。あ、日本人の方。日本人の方で、はいはい、監督原案、はい、キャラクターデザイン、はい、撮影照明編集、はいはい、音楽、はい、全部この人です。だから時間かかったんだね。そう、もしかして主演堀高秀。そう、だからエンドロールが、はい、その人だけなんですよ。エンドロール、最後のエンドロールが出るじゃないですか、名前が。あ、全部自分でやってるからね。そこがなんか面白いみたいな。あ、エンドロールびっくりみたいな。あ、そこがそこをやりたくて7年もかかったのかな。じゃあそう、まあそれだけじゃ。音楽は近藤義樹さんっていう人も関わってますけど、はい、ほとんど堀監督が一人で。あ、自分で作っちゃって7年かけて作ったっていう。まあ、確かに それそこまでやれば7年かかるかもしれないですね。そうですね。なんか奇跡の SF ストップモーションアニメ、一人で作って一人で そういうキャッチフレーズを考えるっていう、そういう感じですね。静止画像を何枚も撮って、はいはい、で一つの動画にこうしていくっていう、なんかこう撮って撮って撮って、それをペラペラ漫画みたいな。多分それで7年かかったっていう。いや、普通にビデオカメラで撮りましょうよってね。すごいですよね。そうそうそう。ということはなんか画像なんですか、これは。そうです。だから自分で映像じゃないんですね。そう、何枚もここで一回撮って、でちょっと人形動かして撮って。あ、それは実写のやつですか。実写じゃないです。多分あの着物とかそういうのを、角度とかを変えて、でその多分、ということは喋りがないってことですかね。喋りは音楽と画像だけなんですかね、これはね。ちょっと見てないと分かんない。ストーリーはどんなストーリーなんですか。ストーリーは、環境破壊が止まらず、はい、地上では住めない、はい、そのぐらい汚染されちゃって、その地上が。あ、地上はね。で、人類は地下開発を目指して、はい、で地下で労働力として。そんな内容を画像だけで表現できるんですか。すごくないですか、それ。で、人工生命体マリガンっていうのを作り上げるんですよ。まあ、主人公はその人工生命体マリガンと、はい、バートンっていう元ダンス教師が主人公なんですけど、はい、なるほど。そのマリガンが、まあ、作られたんだけど自我に目覚めてしまって、はい、もう地下を乗っ取ってしまうんですよね。え、それを静止画でやるんですか。めっちゃわがままなやつじゃないですか。それで、まあ、乗っ取っちゃうので、そのバートンっていう元ダンス教師が地下に潜入して、はいはい、まあ、マリガンと交渉して、こう、なんか地上戦から守るみたいな。別にダンス教師である必要はないですよね。そうなんですよね。設定がね。そう、なんか踊るんですかね。そう、だからチラッと見たら、はい、可愛いキャラクターもいるし、はい、ちょっとえぐいキャラクターもいるし、うんうん、なんか映像もちょっと、はい、宇宙人っぽい感じなんですよね。その映像っていうか静止画です、ね、静止画ですけど。まあ、でも本当に上手ですよ。実際に本当にあのコマ送りっていうか、はい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 、そう、どうやって作ってんだろうみたいな、うん、ぐらいもう綺麗な感じのストーリーでしたよ。あらすじが。これ何分ぐらいあるんですか。92分だった。頑張りましたね、これ。そう。いや、そこにね、感動ですよね。そう、7年もやっぱ かかるかもしれないですね。2年休んでないかもしれない。そうですよね。で、はい、最後は、はい、ま、7年かけて、はい、ま、作ったんですよね。そのそうですよね。で、最後に、ね、いろいろエンドロールがね、そう、堀さんだけっていうね。結局作ったものを壊さなきゃいけないじゃないですか。あの作品を、その作品、その例えば何だろう、背景とか、はいはいはい、を自分も作ってるので。あ、だ最後は爆破で終わるそうですよ。片付けやすいように。あ、この映画が、あ、もう、終わりだよって。終わりだよって。だから、はいはいはい、片付けも、まあ、爆破で結構崩れてるんで片付けやすいから、最後は爆破ですごい終わるっていう、ね、あのシーン撮り忘れちゃったとか。それやっちゃったらやばいですよね。それやっちゃったらね、爆破なしでみたいな。そう、何年かけて作って2日で壊したっていう、はい、ああ、そのいろいろと背景とかね。そう、背景とかなんかいろいろ。その爆破のシーンもあるわけですよね。あります。だから本当に最後に持ってってる感じですね。爆破、うんうん、そうストーリー的にこう爆破が必要なように持ってくるんですか ね、 じゃあね。そうだと思います。そうね、うん、ちょっと誰かが襲ってきて爆破されちゃったみたいな。そうそう、乗っ取ろうと。ちょっとそこら辺も見てみたいなと思って。ああ、本当ですか。なんかいろいろ見たいのあるけど、なかなか
見に行けない時間がなくて、1話2話3話ともね内容がね結構面白そうな感じだったんですけども、そうですよね、はい、特にこう村木さん的にはどこの映画が行きたいなと思いましたか。やっぱりジャンクヘッドですか、うん、ねこれちょっと見たい。これはね静止画っていうのがすごいですよね。そうすごいですね。ちょっと普通に働いてたんですかね、7年間働きながらやってたんですかね。ねそうかもしれない。収入源ないですよね、うん、7年間だって生活もあるし、そうですよね、制作もあるので、そう制作だけで7年間費やすって相当金持ちじゃないとね。そうですよね。でこの堀さんが制作をしてる、はい、シーンも解禁されて見れるんですよ、はい、どう、その映画の中で映画を作るために、はい、まあ、作るじゃないですか、そのシーンとかそのなんだろう場所を、まあ、ありますよね、うん、それを制作してる姿が見れるっていう、はい、どこで見れるんですか。YouTube で。あ、 YouTube で見れるんですか、うん、なんて検索すれば。ジャンクヘッド出てきますジャンクヘッドジャンクヘッド創作とか出てくると、あ、予告じゃなくてね、うん、出てくる。あ、これでも面白いかもしれないです、ね、これでも見てくとすごい、ま、ちょっとコマ送りで早送りになってるんで。でもその堀さんしか出てこないわけですよ、ね、そうです。堀さんが一生懸命作ってる。堀さんがこう設置してるのか、そのビデオカメラをね。そう三脚 で、ね、作ってる。あ、なるほど、うん、テーブル作ったりとか、はいはいはい、そう、そのマリガン作ったりとかバートン作ったりとかをしてるシーンが見れるっていう、はいはいはい、大変です。大変そうでしたよ本当ですか。そう、そのね、うん、こうモチベーションは何なんだろうって思いますよね、うん、やっぱこう完成をすごい楽しみに。そうですね、頑張ったんですね、うんうん、まあ、それがようやく完成されたということで、うん、これ見に行くしかないですよねそうですね、他ではやね、やって。そう、スカラザさんよくぞね、そう放送してくれますね。そう、スカラザさんってすごいですね。これ1週間これやったら次の1週間また違う映画が出るんで。あ、じゃあもうこのジャンクヘッドは、そう、何日か、すごいなと思って、もうやってるんですよね、はい、今日土曜日、はい、うん、土曜日から1週間なんで。あ、じゃあ今日から始まるんですね。今日から始まる、はい、はい、じゃあ5月の8日から、そうですね、始まって5月14日までですよね、はい、じゃあ金曜日のね、うん、そうですね、はい、そう、本当1週間で終わってしまう。塚田さんってあれですか、土曜日始まりが多いんですか。金曜日だと思う。金曜 金曜日、じゃあ、はい、昨日始まってから1週間。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、7日から始まって、そうですね、14日で終わるというような。はい、じゃあもう やってるんですね。早く行かないとどんどんいろんなものが出ちゃって。スカラザファンの人はね、そう、こう毎週楽しみなんです ね変わるからね。近くにあるといいですね、はい、川越の。そうですね、まあ、この番組によってね、うんうん、スカラザさんの入場もね、そうそう、増えればいいですよね。はい、はいはい、以上です。スカラザ情報ありがとうございます。はい、それでは、はい、近辺の映画館情報です。はい、はい、ユナイテッドシネマウニクス南古屋1日20日が1100円、はい、レディースデー水曜日1100円、はい、レートショー1300円、はい、シニア60歳以上1100円、はい、ユナイテッドシネマ若葉1日1200円、レディースデー1200円、レイトショー1400円、シニア60歳以上1200円、ララポート富士見1日14日1200円、レディースデイ1200円、レイトショー1300円、シニア60歳以上1200円です。はい、で、はい、この3つ、はい、夫婦割引があるので。あら、いいですね、夫婦で行くと半額、はい、50% オフなんで。え、じゃあ1人分の料金で見れちゃうんですね。そうですね。え、これ前もありましたっけ。スカラザが、あ、スカラザか、がスカラザが夫婦割です、ね、同棲 OK っていう、ね、ごまかしても、あ、彼女カップル OK でしたっけ。同棲と事実婚。あ、同棲と事実婚ですね、うん、カップルはないんですよ。あ、なるほど、じゃあ同棲してますって言えば、まあそうそうそう、ね、嘘を本当はね、まあ、本人たちに任せますけども、そうそうそう、一応そういうルールっていうことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では映画情報です、はい、ララポート富士見、トムとジェリー、ティファニーで朝食を、ザ・スイッチ、21ブリッジ、ダマシエの牙、奥様は取扱い注意、鬼滅の刃、花束みたいな恋をした、
ジャンクヘッドやってますね。ええ、ララポート自身やってますね。ジャンクヘッドってじゃあ最近の映画ですかね。多分ララポート藤見は金曜日なんで公開が、はい、はいはいはい、昨日か、はい、先週の金曜日でも先週の金曜日の時はなかったんで多分ジャンクヘッド昨日からもしかしたら全国的にジャンクヘッドが、ね、そうかもしんないですね。ベスト10に入る可能性もおおすごいすごいですね。すごいですね。普通にねあの、うん、スカラザもこう最近の映画を持ってきたって感じなんじゃないですか。ねえすごいねえ、はい、じゃあララポート藤見に見に行こうかなってなしですよそれは。そうですよね。ぜひスカラザの方でね、うん、まあ、近いのは川越なんでそうですよね、はい、そっちに行くとしたら行きます、はい、そっちえもしかしてララポート藤見以外にもやってるのかな。あと藤見だけですね今調べた中でやってるのは。あ本当ですか、はい、なるほど、はい、で、あとは新エヴァンゲリオン、はい、劇場版シグナル、ルローニケンシン、あ、ルローニケンシン 4D もやってますね、ここは 4D ですね。ララポート、はい、で、名探偵コナンも 4D やってます。はい、はい、ノマドランド、はい、ミナリ、はい、これがララポート夫人です。で、若葉、ノマドランド、はい、トムとジェリー、奥様は取扱い注意、ミナリ、ブレイブ、はい、花束みたいな恋をした、21ブリッジ、劇場版シグナル、鬼滅の刃、お、これ 4D と 2D 両方やってる。あ、鬼滅の刃、うん、一回一個になったのにまた 4D 復活してる、ね、すごい、はい、はい、魂絵の牙、はい、モンスターハンターと以上です。で、まあ、今まで聞くとね、ノマドランドとジャンクヘッドのこの2強ですね。今日の話の限りは ね、なんか見に行きたくなるのはね。はい、ノマドランドちょっと見たいな。そうですね、はい、奇跡の映画ですからね、うん、ある意味ジャンクヘッドも7年続いてるんでね。そうそうそう、これもちょっと奇跡の映画、はい、やばい映画なんで、はい、はい、でユニクス南フリア、花束みたいに恋をした、劇場版鬼滅の刃、21ブリッジ、名探偵コナン、新エヴァンゲリオン、ザ・スイッチ、あ、ここザ・スイッチやってます。あ、スイッチですね、うん、面白い。スイッチも見に行きたいですけどね。行きたいですね、もう一回見たいな、はい、私。本当ですか。うん、うん、見たい。ルローニケンシン、はい、以上ですね。スイッチもね、スイッチも一回ちょっと見たいなと思ってますね、今。スイッチもね、あの2つのね、2人の、うん、そう、女子高生と気が合うからですか。ね、それが、うん、そうですね、ホラーの中に感動があったんですよね。そう、今までそういうことってなかったんですよ。なかったですね。あんまりね。あ、でも、そうだけかな。そうっていう映画は、はいはい、まあ、ジグソーの、はい、まあ、人生がちょっと、あ、変わって、一瞬、まあ、うん、いい方向に変わったと。そう、ジグソーってもう多分、そう、本当は多分いい人なんじゃないかっていうのを思わせるような映画なんで、はい、はいはい、あれもね、結構シリーズで出てましたもんね。そうなんですよね。はい、そうなんです。はい。なんで、はい、時間があったら皆さんも見てください。はい。はい。で、昨日、はい、Amazon プライムで、はい、一本ちょっと映画を見たんですけど。お、いい情報ですね、これは。これ恋愛系で。あ、じゃあ恋愛が好きな、たまね、珍しいですね。そうなんですけど。いつもホラー系しかね。そう、ホラー大好きで。大好きなんですけど、恋愛系も見ちゃうんですね。はい。で、日本の映画で、はい、愛がなんだっていう映画なんですけど、あらすじはどんなですか。あらすじですか、はい、まあ、そのまま愛がなんだっていう感じを思わせる映画。本当にそれで終わり、まさか終わりにしようとそうじゃないんだけど。そうじゃないんですよね。なんか一人の男性と女性が主人公でお話なんですけど、はい、なんか女の人は男の人を好きなんですけど、はい、その男の人は別に好きじゃなくって、はい、会いたい時にだけ呼ぶ、はいはい、まあ、都合のいい女っていう。そうなんですよ。だけど女の人はそれを好きだから、はい、そうとは思わずに、はいはいはい、会社を早退とか、はい、会社を休んでまで会いに行っちゃうぐらい、ね、彼氏に尽くしちゃうんですね。そうなんですよ。 でその彼氏も他に女の人がいて、好きな人が。ああ、でもそのことは好きじゃないんだ。そう、はいはい、だけどその男の人が好きになる女の人も、はい、その男の人を会いたいという経験を呼ぶみたいな。
あもうなんかずっと負の連鎖って感じです、ね、そうそうそう、まあ、そういう映画で、はい、そう結局なんかお互い都合のいいようにやってるんだけど、はいはい、好きだからそれにも気づかず、はいはい、なんか自分は何やってるんだみたいな、うんうん、感じでお互いに考えてて、はいはい、本当は好きなのかなみたいな、まあ、最終的にそう噛み合ってないですよねみんなね、そう、うん、だから愛のその何温度差がそれぞれ違う感じの、うん、恋愛映画、そう結局結ばれないみたいな、結ばれないで結果言っちゃって大丈夫大丈夫です大丈夫か大丈夫です結局なんか本当に愛ってなんだろうみたいな、あなるほど、ね、そう、まあ、その模様を楽しめるかどうかって、ね、そう本当に好きなのか、はい、まあ、その人に憧れてるのか、あ、まあ、自分自身もよく分かんなくなってきて、ね、うん、そう最後自分自身も分かんなくて、はい、そう私は結局あの人になりたかったのかとか、うん、そう、そういう結構これ現実でもありそうですよね、そういうね、あのあなんか誘われたけどあの人は本当に好きで呼んでんのか、うん、そう何のために呼んでんのかとかね、そうなんですよね、なるほど、それ見れば結構ね、そう男女の心が分かるんじゃないですかね、そうなんか女の方も告白をするんだけど、はい、男の人はえそうだったのみたいな感じ、え僕はそういうつもりじゃなかったんだけどみたいな、ちょっと勘違いねみたいな、そうそういうところが分かるんですよね、そう、その映画を見ると、そうで女の子も強がっちゃうみたいな、はいはい、別に好きじゃないしみたいな、だからそういう性格がね、うんうん、そういう感じの映画でなんかちぐはぐした、うん、あ模様がね、本当にそんな感じ、ね、そうですね、なんかお互い好きでくっつくとかそういう話じゃなく、うんうん、はいはい、本当に愛ってなんだろうみたいな、結構意地も張ったりとかね、うん、しちゃってそうですよね、そう、うん、そういう恋愛模様が見れるような ね、はい、映画ということで、はい、現実もねやっぱそういうのあると思うんで、うん、その映画を見て勉強、あこういう行動をしたら好きじゃないのかなとか、そう、なんかむしろそっちのが多いのかな、そっちの方が多いリアルな感じって、なんかその勘違いとか、そうそうそう、でも好き同士ならなんとなく分かりますよね、お互いになんかね、うんうんうん、でもなんか分かんない時あるじゃないですか、うん、そういう時は違うんじゃないですか、あ、なんか探ったりとかする、はい、そういう時は探ったりとかする、なんか何ですか、村上さん探り方ってあるんですか、探り方、いやよくわかんないですけど、探り方もわからないけど、探り方わかんないですか、うん、探ってて勘違いされてもなんかちょっとなんか違うかなとか思ったり、勘違いされると恥ずかしい、恥ずかしいですよね、あでもその映画もちょっとそういう勘違いするシーンがあって、あそう、もしかして俺のこと好きなのかなとかね、恥ずかしいじゃんみたいな、そうそうそう、うん、そういうシーンとかもあって、はいはいはい、そう本当にいろいろ考えましたね、恋愛の、あそういうの見ながら、うん、あこういうのは好きじゃないのかなとか、そうこういうので好きなんだなとか、ね、うん、そうそうそう、でも好かれてる方って意外と気づかなかったりとか、まあ、その人だから好きな表現がちょっと弱いんじゃないですかね、うんうんうん、明らかにっていうんだとね、うん、分かりやすいんで、うんうんうん、分かると思うんですけどね、そっか、はい、でもそれでもね、結構分からない人は分からないですよね、うん、その鈍感な人っていうか、いますよね、ええ、そういう人にはこう思いっきりこう分かりやすくやってあげないと、あなるほど、ね、ダメだったりね、うん、そうなりますよね、そうですね、はいはい、ということでね、はい、恋愛の映画、はい、ちょっと見ました、ね、はい、時間もなくなってきたということでね、はい、はい、なんでまたじゃあ何か見たら紹介したいと思います、何を見に行こうかなって感じですか、今ですか、はい、ジャンクヘッドですか、ノマドランドと迷ってるかな、本当ですか、じゃあ来週その話が聞けるのを楽しみにしてますん で、 そうですね、はい、どっちに行ったかはい、はい、じゃあそれではまた来週。